第三章箕輪城は神津の国群馬郡にあり椿山という丘陵によって築かれている国峰をほふって人押しに攻め寄せた武田軍は外類を蹂躙して城外へ迫ったがその時大手の攻め口に新しく堅固な堀が掘られてあるのを発見した。 左衛門の太夫成政は武田勢の必死の軍配を察し適宜に兵を治めて老女を退陣の策を取るものと見える。春信は物見からくとこの様子を見合って「左衛門の太夫殿はさすがに戦後者だな」とつぶやいた「今度は当たるべからずと見て英陣へはめる算段か」。 これれは迂闊にはに責められぬそういうのを聞いて長坂長官祭が思いついたように「ほう申し上げるのを忘れておりましたが左衛門の太夫は病死したらしい」という聞き込みがございます。ほう春信はじっと目を細くした固くもは必しておりまするが去る秋の頃確かに死んだという噂を ついい今ししががたた報告してまったものがございます「それは」というどよめきが起こり春信の,の子の四郎勝頼が牧へ進み出たその時十八歳の初陣だった彼は気をいたつ若駒のような闘志を示しながら「父上四郎に先陣を許してください」「敵が大将の門を非しているとすれば舞一文字に城へ突っ込むべきです」 そうすればみに乗りつぶせま四郎をやってくださいお願いですそう言って今にも飛び出しそぼにした成政が病死しているとすれば武将はその子の左京之助成盛であろうそれなら軍配のほども知れているよし春信はそう思ったので馬場信勝を招いた四郎が先を乗ると申すまっすぐに城へ 切っているそうだが問題はあの架け橋だ。春信は手を挙げて指さした。堀にかけてあるのは大手に見えるあの一つだけだ。あの架け橋を落とされてはならぬからまずそこもとの手で押さえてくれ。承知つかまつりました。信勝は待ちかねていたと見えそう答えるなり物見を降りていった。この合戦では、 架橋を確保するかしないかが戦局を左右する山だ信勝はそうにらんだので己の陣へ戻るとすぐに高織又七郎を呼んでその胸を告げた又七郎はニッとびしょぼして立った声いっぱいにカラカラと笑ったように思えたが誰も笑ったわけではない立ち上がる時又七郎の鎧が,鎧が鳴ったのだ 彼もまたこの役目の重要さを素晴らしくやりがいのあるところと見て取ったのである手順が決まり東道舎利之助によって先方の兵が選ばれたこの時の兵の組み立てはちょうど楽器のような形だった橋を確保すべき先方は50人でこれを300人の兵が包んでいる敵陣へ切り込むと 落橋が一川ずつ向けるように外側にいる兵が所在の敵と戦いこれを次々と移していって中核にいる戦法を架橋まで送り込もうというのである又、ま、七郎は自らその中核の五十人の指揮を買って出たそしてその下に栃の木大輔を指名したがこれは藤堂舎理之助も同じ意見だった。 さぞ喜ぶであろうそう言ってすぐに大助を呼んだ司祭を聞かされた大助は格別感動した様子もなくいつもより一層強く唇を引き結んだだけで黙々と与えられた位置についたそして間もなくこの奇襲の攻撃は決行された数日前に雪が降って戦場は半ばぬかるみだった高織又七郎の指揮する の大輔以下五十人の先鋒隊とそれを包む三百の馬場勢は時を作って敵陣の真っただ中へ切り込んだ散開していた敵は小勢と見て左右から押し挟み退路を立って攻め立てたが馬場勢は巧みに王戦の兵を残しつつ前へ前へと先鋒の道を開いた大助は高織又七郎に 引き添って中核の先頭にいた彼は噛みつくような目でじっと堀の架け橋をにみながら前進した。攻撃してくる敵兵もそれと切り結ぶ味方の兵もない。ただ架け橋だけを睨みながらぐんぐんと前進していた。ところが堀まで2段ばかりのところへ来た時敵は馬場隊の目的が何であるかに気づいたのであろう。 縄文の辺りへ敵兵が飛び出してきたと思うと手に手に斧やまさかりを取って橋を破壊し始めた「突っ込め又、ま、七郎が絶叫したその声を追い抜くように大助が飛び出したそれはつぶてのようだった彼は失踪しながら刀を抜き架橋へとまっしぐらにはせこんだ橋を 打ちこぼっていた徴兵たちはこれを見つけて何か叫び23人が抜き連れて迎え撃とうとしたしかし大助の後ろから突っ込んでくる50人の戦法を見て戸惑いをしたよ後に城の中へ退却したその時大助は架け橋を走り抜けていた見ると橋爪の一部が壊され片方の大桁は全く大石から外れている。 大勢の重みがかかれば橋は落ちるに違いない彼はとっさに石垣へ身を支えぐいっと潜り込みざま外れている大石と大桁との間へ己の右足を突っ込んだつまり自分の足をそのままくさびに買ったのである呼吸五つの暇もないとっさの起点だった彼が足をくさびに買うのと ほとんど同時に先方隊が橋へ殺到してきたそしてそのあとへ白を勝頼の隊が怒涛のごとく押し詰めたその人数と橋の重みの下でくさびにかった足の骨がメリメリと砕ける音を大助は他人の者の,の予防にはっきりと聞いた